で、今までそのマッチツーマンとかやったことがなくてですね、ほとんど本当にやってなかったんですけど、かなりちょっと急遽決まりまして、今回やらせていただけるってことで、すごくね、ありがたいなって思って、やらせてもらいました。で、ひまわりプリンセスさんは前回12月14日のラックやアイドルフェスの時に、ご挨拶をさせてもらったんですけども、なんかそれが最初だったんですよ。本当に最初だったので、なんかそこからね、まさかその14日後2週間後ぐらいにこうして一緒にライブさせてもらえるなんて、その時は夢にも思ってなかったというか、そのそうだね、予想はしてなかったので、でもすっごく嬉しくてありがたい時間だったなって思いました。長森 P さんは、こんにちは、ありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いします。今日のショールームでのライブ模様を拝見しました。あ、本当ですか。そうそう、今日ひまわりプリンセスさんの確か公式のショールームですよね、の方から今日のイベントの模様が流れていると。そうです、流していただいたということで、ね、見ててくれて本当にありがとうございました。ちょっとユス至らぬ点しかなくて申し訳ないなと思いながらみんなと喋ってたんですけど、今回はですね、その今回ラックやアイドルパスボリューム16が発売になったんですよ、今日から。で、その紙面を飾ってくれたちっちこと入内島茜ちゃんと成田朱里ちゃんと赤間四季ちゃん、ちっちちゃんが紙面飾ってくれて、そう、代表もそれも兼ねて来てくれたんですけど、あと朱里ちゃんと四季ちゃんと、まあ、4人でお話しさせてもらったんですよ。でもなんかすごい始まる前も私はもちろんまあ緊張するじゃないですか、めっちゃ緊張しててあ、YM さんこんにちは、ありがとうございます、よろしくお願いします。そして三吉さん、かわいい、ありがとうございます、嬉しいです、よろしくお願いします。で、まあドキドキしてて、しかもなんかあんま喋ったことがなかったから、なんか失礼があったらどうしようかなってめっちゃなんか不安だったんですよ。なんか申し訳ないじゃないですか、せっかく寝ててくれるのにって思っていたんですけど、すごいみんな優しくて楽しくて、あっという間すぎて、あとなんか時間が60分は最低で必要だなって思いました。団子ラブさん、ちっち組、あ、まさかちっち組の方が来てくれるなんて、こんにちは、私も今日のライブ拝見しました、ありがとうございましたということで、いや、本当にこちらがありがとうございました。嬉しいです、こうしてショールームバタバタになっちゃったのにもかかわらず来てくださってありがとうございます。すごいね、ショールームとかみんなメンバーさんもミクチャとかやってらっしゃるじゃないですか。で、私前にそうメンバーさんのショールームとミクチャもちょっと見させてもらったことがあって、でなんかだから実際喋るときになんか本物がいるなみたいな感じで思ったんですけど、楽しく、ね、温かく迎えてくれてめっちゃ優しかったです。あ、ウィーミーさんこんにちは、ありがとうございます、よろしくお願いします。たけしさん、50ショールームライブ拝見しました、ありがとうございます。そしてカウントもありがとうございます、嬉しい。よっちさん、ハロー、ありがとうございます。お願いします。あ、むらさん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。そうですね。なんかめっちゃライブ、めっちゃ、なんかね、上に見れるところがあって、ずーっと企画コーナーとライブとか見させてもらってて、なんかすっごい、企画も、なんか、メンバーさん楽屋でもめちゃくちゃ仲いいなと思って勝手に見てたんですけど企画もすごい盛り上がってて個性が出てて、でライブパートで初めてなんかじっくり見させてもらっちゃってオタ活してたんですけど、すんごい楽しかったです、ライブ。めっちゃみんな可愛いわーみたいな感じで、すごい一人オタ活を勝手にしてて、たんですけど、ちょっと推しが決められないぐらいみんな素敵なので、どうしよう。ちょっとでも、仲良くしてもらえたら嬉しいです。ね。もしよろしければ、こんな私でよろしければ仲良くしてもらえたら、なんかまた共演させてもらいたいなって思いました。
ゆかさんは上手にトークリードしてください。ゆかさんのライブも素敵でした。いやー、そんなです。私何もできなくて申し訳なかったんですけど、でもみんなのおかげで楽しかったですね。なんかいい曲いっぱいあった、楽しかったそう、またおたかつしに行きたいなんかどこで次ライブあるのかな。あ、今日はその後なんかオフ会だったかながあるって話してて、いいなと思って楽しそうにしてました。でなんかすごい面白かったのが、その本当に楽屋の中でなんか結構そのライブの前になんか私物が食べられなくて緊張しちゃうからなんですけど、シュリちゃんがすごいなんだろう、きなこ餅みたいなの食べてて、すごいみんなにめっちゃ配ってて超面白くてそれとか、あとなんかいじりやすいって言ったらあれなんですけど、めっちゃなんかフレンドリーな感じでなんか本当面白かったんですよね。てか一人お一人が礼儀正しく私なんかに接してくれて嬉しかったですね。はい、なんか面白かった本当に楽しそうで何よりすっごい楽しかったです。なんかね、福島さんとひまぷりがこれからもどんどん絡んでいただけたらとても嬉しいです。あ、こちらこそぜひお願いします。私は普段一人なので、こうしてなんか楽屋に誰かがまずいてくれること自体がすごい嬉しいし、なんかもう本当に心強すぎたですね、絡んでくれてありがとうございますって思いましたね。そう、なんかしかも SNS を私も勝手に見た時もあったんですけど、すごい勝手にね、でもこれ見ましたみたいに言ってもらえて、なんて親切で優しい人たちなんだろうなって思って見てました。はい、まあね、同じ楽屋は嬉しいですね。一番嬉しい、やっぱライブの前何よりも心強いです。やっぱ一人でなんか分けられちゃうことってすごい多くて、なんか主催であってもやっぱ私だけとか、うん、その部屋の広さもあるんですか、関係するんですけど、やっぱ全然別にされること多いし、 SIR とかもまあね別なんですよ。超寂しくて、その時が今日楽しかったです。あ、宮坊さんこんにちは、来ました、来てくれてありがとうございます。ちらってことでありがとうございます。そうですね、なんか私は今日のこの後のライブが2021年は ライブ納めなんですけど、また2021年も共演ねさせてもらえるように頑張りたいなっていうふうに思いました。あとなんかひまぷりさんはひまわりの帰り道という楽曲、あと瞬間とドラマチック、あとちょっと待って、私ラックやアイドルパスにそのことを書いたんですよ。ちょっとそのシングルのリリースの記事とか載ってるので、裏表紙にも載ってて、あとねチッチちゃんが特集になってるので、ぜひそこを見てください。ゲットしてほしいです。あ、 CD も買ってリリーベに参加しようって思いますはい、よろしくお願いします。あ、はちみつ兄さんお疲れ様です、ありがとうございます。会場でもありがとうだし、今もありがとうございますはい、で私はこの後は、SIR とともにお届けするんですけど、SIR と、あ、めっちゃ明るいような暗いような、 SIR と10期候補生のみんなと、あれこの間違う、昨日まよいちゃんと一緒で喋ったんですけど、そうだ、そうえ、やばい、みんなと喋るの初めてすぎてちょっと緊張するんですけど大丈夫かな、絡んでっていいのかな、わかんないけど、距離感が仲良くなれたらいいと思います。あ、ちみつ兄さん千万両ありがとうございます、たくさん、あ、アイスもありがとうございます、嬉しいです。星が集まっていないってことで、いやもうね、ユスもね、なんかごめんなさい、ほんとバタバタしちゃってて、ちょっとミスがあったのでごめんなさい、本当に。でもすごくありがたいですね。でも次最後か、2020年そんなにやっぱライブができなくて、はい、ハッピーハンバーグさん、なんかあー踊る動く音符ありがとうございます、イエーイたくさん歌いましょう。
候補生に威嚇出してください。威嚇無理だよ、無理ですよ、そんなできないですけど。でもなんか勢いがすごくて、やっぱ SIR になる人たちはめっちゃ勢いがすごいんですよ。あー、ハッピーハンバーグさん、めっちゃありがとうございます、たくさん。いや、嬉しいです威嚇ができないけど、すごかったな。なんか いつもそうかもしんない。毎年勢いが半端なんだろう、勢いもそうだし、なんて言ったらいいんだろう、うん、勢いはやばい、勢いすごい。絡みまくりりゃ、絡みまくりそうします。あ、やすくんこんにちはす、ありがとうございます。アンビスの物販中につき無音で失礼します。あ、アンビスのみんなにもよろしく伝えといてくれ。あ、りなちゃんお誕生日おめでとうございます。居酒屋にいるのですか。あ、違います、今はカラオケ屋さんに、ちょっとすいません、ちょっと場所を借りてしまいました。ちょっと楽屋にはいられないというか入れなかったので、すいません。威厳、あ、威厳か、ごめんごめん、威嚇って読んじゃった、威厳、見間違いとか、威厳はちょっと嫌ですね、どうしようかなそういうのがちょっと出せないんですけど、いや、どうなんだろう。まあ仲良くなって、まあいずれにせよなんか SIR のメンバーとか、まああの、なんだろう、普通にやっぱりなんか一緒にこういうことやろうとかお話ししてくれるし、ご飯とか食べに行ってくれたりとかするからね、なんか、うん、あ、なんか今日そんな話も、そう、食パンを一緒にね、 ちゃんと食べに行きたいななんて話もしたりとか、面白かったですね。だからまあちょっと仲良くしてもらえたらと思います。候補生と仲良くですね、うん、あ、したいです本当に。え、すごい、でもめっちゃパワフルだから、ユスが見る限り、あの、喋ったことそんなないけど、やっぱすれ違うことってあるじゃないですか、まああるんですよ。その時のパワーすごい、おはようございますみたいな感じ部活みたい、すごい。なんかでも私そういう、なんかあの勢いはとても好きだなってめっちゃ思いました。初対面で威嚇する人やばい、やばいよ、やばい、そんなんできない、威嚇もできなかった、威嚇も威厳も無理だわなんて感じなんですけども、でも今日ね、ショールームで急遽ですけど配信した時に見てくれた方もいて嬉しかったです。はい、次はもっとなんかいい感じに絡んでいきたいと思いました。はい、そうですねでですよ皆さん、私はですね、この後、ライブまた向かうんですけど、あのライブね、この前、あの、この今日、そう、このアンペルマンさんのイベントが今日の21時59分までなので、まあ、めっちゃ差し迫ってるわけですよね。で、最後楽しくこう、みんなと一緒に終わりたいなって、こう、いい優秀の美を収めたいなって今思ってて、頑張らせてもらうんですけども、その関係でちょっと前物販になるんですよ。で、前物販の時間も、なんていうか、そんなになんか多分出番の直前まではやれないと思うので、うわー、めっちゃなんかもしかしてバタつかせちゃうかもしれないなって感じです。ドキドキって感じ、本当に。え、だって私そのあれなんですよ、マイブパンやってちょっとだけ空いたら即と、あの SIR のメンバー、あとちょっとトークさせてもらうんですよね。今日ずっと喋ってんわ。で、その後ライブだなーみたいな、そんな感じです。はい。緊張するわ。体育会系ですね。あー、SIR は体育会系。ほんとすごいの。ほんと、リハの時、あの、リハ見せた方がいいと思う。あ、前なんか公開リハみたいなのやってたと思うんですけど、多分その公開リハの時はエンターテインメントとしての公開リハーサルだったから、なんか、なんだろう。あれかもしれないけど、なんか、普通のいつものリハーサル、もっとなんかね、違うんだよね。なんだろう。緻密？当たり前だけどね。当たり前なんですけど、すごい、なんか、すごいです、とにかく。うわーって感じ。圧倒される感じがする。なので、うん。はい。充実した一日だねってことで。そうです。充実した一日です。この後頑張らなければ。そして私はジンジャーエールを飲むと。ジンジャーエールを飲んで、いや、暗くなってきたぞ本当に。しかもあと
まあ13分ぐらいしかちょっと配信ができなくて申し訳ない、申し訳ないです、申し訳ないけど、いや緊張するな、やっぱ緊張しない時があんまない、まあ、緊張しないとろくでもないことになるからいいんですけど、はあ、どうしようかなみたいな、いやどんな子たちが4人今日来るんだよな、候補生さん、ちょっとどんな感じかちょっとユースが偵察をしていきたいと思います。あららら、ちょっとごめんなさい、今ね実はね充電しててね、よいしょ、それもあって今手持ちなんですよ、このいけるかな、おっとっとっと沈んでいっちゃったいやー、あー頑張れ頑張れ、いや大丈夫だ、大丈夫ですか、でもなんか私から見るとめっちゃ暗いんだけど、これ大丈夫かな、本当にごめんなさい、本当にすいません、上ちゃん、永遠ゆきちゃん、神推し初コメです、ありがとうございます、嬉しいです、お邪魔しますチラってことで、はい、福島ゆかです、あの配信にちょっとバタついた配信なのに来てくださって本当にありがとうございます、ぜひもしよかったらルームフォローしてみてください、めっちゃ可愛いね、本当ですか、ありがとうございます、そんなそんなあれなんですけども、いやこの後ちょっと髪を直してちょっとライブの準備、本当にこの後ライブなんだと思うと緊張するわ頑張ろうと思います。そして今日ね、この後が最後のイベントの最終日なので、終わってダッシュで戻って21時半から、でももうちょっとね早くできるように、ちょっともうちょっともし早くできたらあの配信、まあ早くって言っても多分10分15分の世界だと思うんですけど、そしたらその時間帯からも配信できたらちゃんとね配信したいと思うので、改めてそこは告知をしたいなっていうふうに思います。はい、でも皆さんもすごいなんかね、まあ今日年末なんですけど、そういうちょっと忙しい時にこうやってお星様投げてくれたりとか、あとコメント50カウントとかしてくれて本当にありがとうございます。なんか星を集めるとか三周の意味がずっとあんまりわからってなかったんですよね、私だけど、みんながこうやってたくさん協力的にね応援してくれたおかげで、このイベントもついに最終日かみたいな、結構長かったと思うんです。他はどのぐらいなんだろう、普通は1週間ぐらいですかね。そう、なんかイベント本当に分かってないというか、ほぼ今までやらなかったので、そういえばそうだ、バンディちゃんというあのひまわりプリンセスのメンバーさんがなんか今ショールームのイベント参加されてますよねって言われて、知ってますみたいな、でもなんか私すごい分かんないことたくさんあってめっちゃなんか申し訳なくてみたいな話をして、なんかルーム見に行きましたって言われて、と思ってめっちゃありがとうと、でも恥ずかしいなみたいなやばいと思って、ちょっとねめっちゃちょっとね恥ずかしかったです。あ、サリシャンさんこんにちは、ありがとうございます、こんにちは、よろしくお願いしますね。だからいつどこでもしかしたら誰かが見てくれてるかもしれないからね、まあでも見たらちょっとなんだこいつと思われるかもしれないけどね、そっかと思って、まあ私も勝手に誰かのねもしかして見に行く時あるかもしれないし、まあ確かにユスも SIR のとかなんか始まってると気づかれないように見てる、なんか別にイベントじゃなくてもなんかあミクチャとか見ることあるなと思っております。やばい、今日の私はこの後髪を直して、でも直せないかな、髪とあとはウィッグを直して着替えてもう一回ライブの前の確認
これ今日歌うから、こんな感じで今日は歌いましょうみたいな、そういうの決めて、そしてあとはちょっとみんなに息苦しい声なので、今この強制破滴丸を飲んで、めっちゃ明るい、やばい、これを飲んでもういい感じに整えて、今日迎えるって感じです。これを、まあ、本当はこれはいつ飲むのが一番いいのかはちょっとぶっちゃけはあんま分かんないんですけど、食前または食間だから食べる前に1日3回飲むらしいけど、まだ1回しか飲んでないから、もう飲んどこうかな、お腹空いてるから。食感として、そう、こんな感じになってます。はい、これが強制破滴丸。強制破滴丸がなんかメーカーによると思うんですけど、このメーカーの初めて見たんですけど、前まで出てたやつはなくなっちゃったって、廃盤っていうんですかね、になっちゃった、生産終了しちゃったんですよ。だからね、今日、昨日原宿レノンさんでこれ見つけた時にイエーって思って、めっちゃ感動しました。嘘をやったみたいな感じでね。これ一番効くかな、あ、まあ私の中ではなんですけど、市販で売ってるものの中ではこれが一番効くと思います。そうね、喉専門の、例えばなんか病院に行った時にはまた別なものが処方されると思うんですけど、あ、ヨシさん、ハートをたくさん、やった、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございますね。いやでもちょっとこの後めっちゃ気合い入れていくよ、ゆずはうおーって感じでなので、いやてか今からでも本当に初代ドアーズには来てほしいんですけど、やっぱ応援に来てほしいんですけど、まあ、似合わないな、いけないなって方はショールームを応援してほしい。最後の22時までの21時59分までイベントで、まあでもちょっとオーバーして喋っても21時59分で切られちゃう、あ、アイテム的には切られちゃうので、ポイントはなんで、ぜひ、まあ、どっちかでいいので来てほしいですね。本当はどっちも来てほしいけど、まあ、みんなも年末で忙しいと思うから、ちゃん、あ、ホワイトクローンさん、ユースこんばんは、こんばん、ユース、ありがとうございます。ちょっと暗くてすみませんが、よろしくお願いします。この後のライブも頑張ってね。ね、頑張らなくちゃ、ちょっとドキドキしますけども、はぁ、あ、って感じ。ちょっとこの後も頑張って気合を入れて臨みたいと思います。やっぱめっちゃ暗くなっちゃった、そこね、窓だからね、外が暗くなったらもう電気の力がね、ここムーディーだからねちょっとあれなの。小峰猫さん、あ、こんにす、ありがとうございます、ありがとうございます、よろしくお願いします、ありがとうございます。いや、でも明日で仕事納めやな、私もみんなもかな。今年はお仕事が収まっても、収まっても行くところがない。磯野さんみたいに白塗りに、嫌です。磯野さんは白塗りにしてライブのステージに、まあ、渚凛さん、キャンディーゴーゴーのステージに立たれていましたかね。あれはステージなのか映像なのか、どっちもなのかな、でしたけども、それはちょっと磯野さんにしかできないのでお断りしておきますね。ちょっと私には難易度が高すぎますわ。ちょっと怖いもん、あれ見た瞬間トラウマになるかと思った。てか毎年ね、白塗りにしてね、すごい写真で検索してみてほしいんですけど、めっちゃ怖い感じで磯野さん、なんかジェイソンみたいな感じで現れるんですけど、めっちゃ怖い、本当に。あ、サリシオさん、50完了、ありがとうございます、嬉しいですね。でもまあ本当に磯野さんもそうなんですけど、きっと彼女も今日どこかでライブだったと思うんですけど、でも本当に私もこの後ライブ納め、2020年最後なので、気合を入れて臨んでいきたいと思うので、19時からかな、
19時開演だから19時から私出させていただくので、まだあと2時間後間に合うなって方がいたらぜひ来てほしいです。よろしくお願いします。はい。で、あとこの後ね、そう、移動して、ライブして移動してってなって、私の最後のイベントの配信も夜9時半ありますので、その時にもぜひとか遊びに来てください。皆さん、なんかもう私が結構この時期バタバタしてる時にイベント入れちゃったから、すごいみんなに申し訳ないなって思ってていたんですけど、でもそれにたくさん力を貸してくれたりとか、こう呼びかけ一緒にやってくれたりとか、そんなね、皆さんの応援がすごい楽しい毎日を生み出してくれていたので、くれているので、はいね、フォロワーさんもすごい増えたり、ルームレベルもアップして嬉しいなと思ってたので、どうかねこの調子で、まあ、勢いつけて頑張りたいので、どうかよろしくお願いします。今もお星様投げてくださって本当にありがとうございます。最後の枠ちょっと楽しみましょう、本当に。はい、ではですね、じゃあライブの準備するか。いやー、ライブの準備よし。じゃあね、配信お疲れ様でした。すいませんでした、本当に今日もバタバタしちゃって申し訳なかったです。あ、みんな今投げてくれてありがとうございます。見てます投げてくださってるところ、やったね。2020年のライブ納め頑張ってください。ハッピーハンバーグさん、ありがとうございますね。頑張ります、本当に楽しい感じで、うん、なんだろうな、どんな感じ、パーティーみたいな感じで最初間に合った。宮坊さん、ありがとうございます。いや、間に合ってね、こんななんかたくさんこうやってバーって投げてくれてありがとうございます。うん、ライブ納めだ。長森フィーさん、お疲れ様でした。また見に来ますってことで、また見に来てください。ぜひよろしくお願いします。だいぶ暗くなりましたね。夜だわ。宮本さん、ライブ頑張ってくださいね。はい、頑張ってきます。はい。あ、本当にありがとうございます。カウントもありがとうございます。お星様も。あと、まあ、大体1分ぐらいかな。1分ぐらいになってくるんですけども。はい。では、あれどうやるんだっけ、やばい、またの壇上の出し方わかんなくなったぞ。あれどうやるんだろう。あ、これかな。 OK、 いけました。13位パミュネコさん、12位ハッピーハンバーグさん、12位エルちゃん、あれ11位タイチュンさん、10位ミヤさん、9位シフ鈴愛嬌ゲームブック、何久保さん、ありがとうございます。え、どういうこと。あ、やばい、5時だった。8位ゆうたろうさん、7位よっちさん、6位いいのとさん、5位ダンゴラブさん、4位サイサイさん、3位 YM さん、2位みやぼうさん、1位はちみつ兄さん、ありがとうございます。じゃあこの後もライブ頑張って、そして最後の配信頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ではまた、ありがとうございました。